芝居企画ってゴールのしゃべくりのはい、先週罰ゲーム決行しまして、はい、しかも天気良かったんで、カメラが倒れる、気を取り直して、はい、はい、ですね、先週罰ゲーム決行しまして、はい、無事私が罰ゲームをはい、大丈夫です、そうそうです、やったわけですけども、ちょっとね、まあいいわ、心にダメージを負ってますけども、そうですね、せっかくちょっと天気が良かったので、もうちょっとお花見をしようかなと、いいと思います、まして桜も咲いてますし、はい、3週連続桜を映してますからね、あの春っぽさを ね、ほら俺らあまりにも春っぽさないから、ほら春にまつわるなんだろうエピソードもそんなないから、ね、そう公園の思い出すらないから、そう作っていこうと思って初花見ですわ、そうです、マジで、はい、へえ、人生でじゃないよ、ああなんだびっくりした、そうそうそう、デコールがね、俺今年の初めてのお花見、あ、アイスイ、はい、まあ、せっかくなんでね、ちょっとお茶とかもね買ってきたんでね、はい、この後でちょっとゆるりと3人でお花見しましょうよ、はい、いい、お楽しみに、はい、はい、ではね、ちょっとお茶とか、はい、あのちょっとね、お菓子とかもあるんでね、はい、まあまあ、社長、いっぱいいっぱい、はい、ありがとうございます、はい、はい、それではね、乾杯しましょう、はい、乾杯、うまい、いやー、ね、ね、うまいな、さあでここでですよ、はい、はい、買ってきたお菓子があるんですね、まあお菓子食べましょう、はい、食べましょう、なんか嫌なもんっつってシュークリームそしてからし、なんでからし、はい、まあ、我々が普通にねこうお花見しててもね、はい、喜ぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、いやどうだろう多分劇団員に怒られる、そうだ、ね、そんなつまらないことして何をしている本当にこんなこと俺もしたくないんだよ、まあ俺もちょっとね賛成しかねたんだけどね、うん、でなんだろう、嬉しくないもんね、うん、そうこんなに嬉しくない花見初めてだよまあなんでね、せっかくシュークリームとからしあるんで本当に食べ物を粗末にして申し訳ないですね、ちゃんと食べるから食べますからね、うん、俺ら食べ物残したことがない、ね、生まれてこの方それ分かりますかね、あのシュークリームとからしをなんで用意したか、まあ、ご察しの通りだと思いますけれど、ね、まあ、そういうことでございます、ね、そういうことでございます、これから1人あのシュークリーム12個あるんで、はい、1人1個ずつ入れていきます、はい、その間他の2人ははけてください、はい、はい、じゃあ早速入れましょうね、はい、はい、じゃあ匠からいい、はい、じゃあちょっと離れます、はい、では準備できましたのでこれからシュークリームにからしを入れていきたいと思います、僕らは見ないようにね、今カメラの外の方でシュークリーム側を見ないようにしてます、こういうとこ行ってたね、うわ美味しそう、普通に1人1個だよね、1人1個だよ、で、あれ多分ランダムに混ぜても多分刺す場所、多分下の方だよね、そうね、だから混ぜるとき絶対に誰も下を見ないようにそういう約束でいこうあれだね、うん、一度掴んだらそれを食べるっていう戻さないっていう、戻さない、そうね、いや俺わかんない、はい、やりました、では次の人にチェンジします、はい、では次は私がこのシュークリームにからしを詰め込んでいきたいと思います、どれにしようかな、どれにしようかな、どれにしようかな、まあそういうことですね、はい、確率論的にさ、なきにしてもアラブなこと言うけどさ誰かが入れたやつに追いガラスにしてる可能性ってあるかな、結論ではあったかな、最高やわ、そうですね、俺らめっちゃスマップしてる、はい、入れました、滞りなく、では次はケンちゃん、やっていこうかね、めっちゃ俺が話すタイミングで後ろに子供が通ったりとか、からし、あの太鼓が鳴ったりとか、すごい BGM なんだけどこの太鼓に負けないように発言をしていこうと思います、あと子供どうしよっかな、みんな何ごっこしてんの、
これに入れてきます。はい、5個じゃない。はい、なんかすげえ集まってきた。ちょっとごめん、事故が起きたからちょっと待ってね。はい、混ぜました。2人ともお待たせ。長かった。長かったよ。では、3人混ぜたので、最後ケンちゃん、場所分かってるんで、僕は混ぜたいと思います。はい。じゃあ、たくみお茶入れてあげるよ。あ、いい具合に魚回ってる。それでは、3人が入れたシュークリームを、これ、あ、ごめん、大丈夫です。食べていこうと思いますね。まあなんかね、せっかくなんだよ、少しお花見気分を味わってお話ししましょうよ。はい、で、一応ルールとして入れたらもうフラグが立っ、あの下見ると分かっちゃうから絶対に見ない方向性で、はい、掴んだものを食べる。はい、そして戻さない。はい、絶対戻さない。いただきます。いただきます。一口でいこう。これでいこう。はい、使いました。使いました。絶対に下は見ません。いただきます。誰も当たらなかった、うん、今回割と平気だったんじゃないですかね、うん、で、花見とか好き？花見好きですよ。花見好き、うん、俺も好きだよ。下手くそだ。やっぱこのお酒を飲むようになってからは、うん、桜の下で飲むっていう、うん、好きですね、なんかあれですね、風流ですね、風と流だね、どういうトークやね。じゃあ2個目。早速もう行くの。緊張してんだよ。まあ怖いもんね。もう2個目行きましょう。もう行く。はい。そっか、もう9分の3、3分の1の確率で入ってんだよね。やばい。入ってる。一瞬目引かないっていうね。ね。なんか一瞬目誰も食べなかったね。うん。よし、じゃあ2周目行きましょうよ。はい、取れよ。斉藤さん早く取りなさいよ。これ取るわ。はい、はい、怖い。やだ。せーの。うまい。うまい。うまい。一人でしょ、やめてよ。いや、さっきも食べたけど、やっぱ美味しいね、シュークリームっていうのね、うん、え、からし本当に入れた？入れた。結構入れたよ。俺も結構入れたよ。やばい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 。怖っ。あと6個だから2分の1だよ。そうだね、どんどん食べてった方がいいのかこれ。え、でもあれだね、こんなに怖いシュークリーム初めてだね。そうだね、うん、この確率のね、引きの強さ、3人のこれでさ、次に行かなかったら全員カラスやで。そうだね。そういうことだよね。面白いけどね。じゃあ早速行きましょうよ。はい、もう当たるでしょ。もう当たるでしょ。そろそろ来るんじゃないかな、誰かしらね。いや、もうやだ、食べたくない。これ俺リアクションしないからね、普通にする。いや、俺もだってね、決してたとえ食べたとしてもね、見せないもの、役者だから。辛くないってお芝居。そう、辛くない。あ、じゃあ頑張ろう、3人で頑張ろうか、それ。そうね、うん、結局はね、誰が食べたかっていうのを当ててほしいぐらいだね。じゃあ行きましょう。はい、3つ目。うわ、やだ。ほんと嫌だ、ほんと嫌なんだけど。うわ、マジか。よだれ出てきちゃった。これ、いくよ。はい、取りました。せーの。うん、おいしい。うん、おいしいね、ケンちゃんね。どうした、ケンちゃん。またモザイクかけてあげるよ。今モザイク処理がめんどくさいから吐けました。いや、ケンちゃんがどうやら、うん、戻ってきました。帰り、どうした、どうした。おいしかった。おいしかった。あ、よかったよかった。おいしかったよ。いや、急にいなくなるからびっくりしたけど。びっくりしたけど。怖いわ。お前ら食べてみよ。でも、わかるさ。あと3つで、さっき大丈夫でしたね。3個目の。はい、全然大丈夫でした。大丈夫で、ちょっと当たり引いちゃった。あと2個ある。ってことは、確率に2人を食べる。
そういうことですね。怖いですね。結構やばい。俺、あのね、舌に乗っけた瞬間に辛みが走ったから、あ、これ入ってる、我慢しなきゃと思ったんだけど、噛み進めていくたんびに、からしの風味がね、口の中に全部が広がって、今、涙と鼻水が止まらない。そうだね、それは花粉のせいではないね。そうだね。もう行こうぜ。よし、じゃあ最後行きましょう。す残り物には福がある。せーの。美味しい。あ、美味しい。普通に美味しい。あれ？え？入れた？入れた。うん、俺めっちゃ入れたもん。多分そのめっちゃ入れたやつなんじゃないかな、俺もしかしたら。え？美味しかったです。美味しかったです。本当に？俺だけ？え？そんなことある？辛しい。俺すげえ入れたで。気づかなかったっていうぐらいのレベルじゃないよね。俺だってだいぶ入れたし。すごいよこっち。あの練ってるあのからしのチューブから出した感じ下の上に広がったから。あれなんで入れたやろ。結構入れて、結構入れましたよ ね。おぉってことは一人損取り直し。いやもうだってシュークリームないし、結局はだってちゃんとからしのついてる。からしの痕跡があるもんね。で、これは多分シュークリームかな。はい、わかんねえ。4つで移動してるんで。あ、そっかそっか。まあ、美味しくいただきました。え、美味しかったです。ということで、罰ゲームはケンちゃんだけでした。嘘だ。そんなことある。あるでしょ。ある、ね、あるあるある。え、入れた入れた。はい、じゃあね、ニンニクです。はい、結構減ってるんですよ、本当に。だいぶ減ってる、ね、だいぶ減ってる、うん、ちゃんと入れたんだよ。で、さっき買ってきたばっかだもんね。そうだね。あれじゃない、2人下おかしいんじゃないの。残ってない、辛いの苦手だもん ね。だって、辛子とか嫌いだし。いやちょっと一人損で申し訳ないですけど、ね、ホットだね。普通に美味しくいただいちゃいました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。喋りだよ、もっと。いや、ショックが大きい。俺が一人で損したみたいになってるもん。言うなら企画倒れだからね。そうだね。そうですか。ケンちゃんだけが美味しかったという。うまい。終わったかはよろしいようで。でもたまにはいいですね、こう外に出てね。そうですね。爽やかですね。いい思い出できたわ。はい、気持ちがいい。気持ちがいいですね。お前の気持ちがいいまま終わりにしましょう。はい。はい、ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。実は私が2回からし入りシュークリームを食べていました。さあ、どこで食べていたのか皆さんわかりますか。よく見ればわかります。二度とこんなことはしたくありません。皆さん真似しないように。では。